Language. Press the return key. 皆さんこんにちは、木村直樹です。 Apple Silicon の MacBook Air を買ったのでファーストレビューいきたいと思います。スペックはですね、8GB メモリ、 8GB SSD512 にしました。で、 US キーボードにしました。っていうのも、日本語キーボードみたいにすごいスペースキーの左と右で一発で日本語キーボードみたいに変換する方法が見つかったんですよね。ちょっと前まで A かなっていうのを使ってたんですけど、最近の OS だと使えない気がしていまして、でも違うやつを見つけたのでそれご紹介します。開封シーンはもうほんとせっかくなんで記念なんで、撮りました。やっぱり開けた瞬間は感動しますね。で、こうフィルムで覆われてるのでそれを撮って、やっぱりデザインは素晴らしいし、この英字キーボードですか、すっきりしててすごい、やっぱりこっちがいいんじゃないかなと思います、せっかく Mac を買うんだったら。というわけで本編どうぞ。こう触ってみた感じ、なんか僕は2006年とかの MacBook Air を使ってたんですよね、3年ぐらい前まで。ここがなんかちょっと薄いですね、その前の昔の MacBook Air と比べて。あとはちょっとこう MacBook Pro 寄りの形が、この辺はそういう印象ではあるですね。その理由はですね、まあ3つありまして、 MacBook Pro の10インチとか16インチを僕はすごいめっちゃ楽しみにしてるんですよね。 iMac の新型はもちろんそうなんですけど、で、もともとその僕はもともとiMac の2019年の27インチのグラボがかなりいいやつで、メモリが 40GB とかのやつを使ってるんです。まあ i5 なんですけど、そこはケチってるんですけど、デスクトップだけだと、いや、どうしても出先でデータのね、やり取りとかを やりたい時があるんですよね。で、結構ノートブック持ってないとしんどいなっていうのと、で、画面サイズはやっぱりでもデスクトップがいいから、とはいえノートブックの画面サイズは小さいにしろ、外部ディスプレイでそもそもカラーマネジメントのモニターにしないとなっていうのもあって、 iMac は僕はもう売っちゃおうと思ってるんですよね。もともと考えしたのはその MacBook Pro の M1 のめっちゃ最強スペックのやつを1台にして、で、うちの時はカラーマネジメントディスプレイに接続するモバイルにも持ち出せるみたいなことに衝突してたんですけど、ちょっとそのここ今この何ていうんですか、自粛ワーク期間っていうかにずっとうちにいるのしんどいなと思って、カフェとかでもやりたいし、で、そのモバイルでデータのやり取りぐらいはちょっとできないとしんどいなみたいな、で、 YouTube の編集もなんかうちでやるよりもカフェとかでやりたいなみたいな、そういうので、まあ、結局買っちゃったんですよね。メモリが 8GB でそのままで、 SSD は512にしたんですよね、スペックとしては。で、512は絶対ないと、256ってギガバイトだと、例えばプロレスでなんか15分書き出すとすると128GB になっちゃうんですよね。そうするとそれ2本もう書き出せないんですよね、ローカルには SSD にしか。で、結構そういうのが溜まっていくと、例えばロジックプロ使いたいってなったら、そのオーディオライブラリーとか全部ダウンロード結局しないと永遠に聞かれ続けることになるんで、結局そのローカルのストレージってデータを移動するっていう目的だけでも、SSD つないで、その本当のデータは SSD つないで、Type-C でもう外部ストレージで、動画はもう絶対それじゃないと間に合わないんですけど、2テラあっても足んなかったりするんで、ものによってはですね、ローとかで撮っちゃうとそうなっちゃうんで、外部ストレージでやるんですけど、それの、じゃあ外部ストレージ同士をこう、テトリス的にやるときにも、256って多分テトリスもできないんですよね。詰まってしまうんで。ので、絶対512は必要だってことで、プラス2万ですね。元の価格からプラス2万で、メモリはもう、そこはちょっと我慢して、まあ、サブ機としての扱いなんで、我慢して、こんなスペックにしましたっていうところですかね。はい。で、これで軽く動画編集してみたんですよ。それも YouTube 用の、僕の YouTube じゃないんですけど、YouTube 用の動画を作るときにやったんですけど、シングルのカメラのクリップで、富士 T4 の 400Mbps ですね。400Mbps の一番いいやつ、ミラーレスの 4K の、まあ、24P なんですけど、それで、普通にサクサクで大丈夫でしたっていう感じです。まだマルチカメラはやってないし、ローもちょっと試してないんですけど、大丈夫でしたってこと。ダヴィンチレゾルブで 400Mbps の 4K のやつが良かった、大丈夫でしたってことと、ただし、プロレスでのレンダリング、H264 ってちょっと軽いレンダリングは普通に早いんですけど、プロレスでのレンダリングはこっちの2019年の iMac よりも遅いんじゃないかなっていうのが体感値です。なんていうの、ちょっと軽めの用途で動画編集するときに、かといって、
なんて言うんだろう、iPad は使い物にならないと思うんで、まともに動画編集できる最低スペックの一番いいのは MacBook Air なんじゃないかなっていうふうな。はい、Mac の設定やったことは、まずタップでクリックですね。右クリックが2本指のタップでこれでできるようになるんで、すごい便利。そして僕はそのドックのジニーエフェクトっていうのがありまして、このグニャっていう風に出るエフェクトなんですけど、これがめちゃめちゃ好きでして最大にしてます。そしてですね、スクリーンセーバーはもう永久に出ないようにしておきまして、それからあのホットコーナーっていうのがありまして、カーソルを画面の、まあ、四隅に持っていくとショートカットはできるんですよね。なので右上で通知、右下でデスクトップっていうのをやってます。右下デスクトップは結構便利なんで、でまあアドビを一式入れましてですね、結構デフォルトのアプリは僕はほとんどメモ帳ぐらいしか使ってないので、もうこちらでですね、全部もうドックから削除してます。で、US キーボードにしたんですよ。結構日本語キーボードか US キーボードかで悩んで、めっちゃ早く欲しい人は日本語キーボードでもいいやってなるじゃないですか。Apple Store で頼むと US キーボード選べるけど、少し時間かかるじゃないですか、届くまでに。僕もこれ1ヶ月待ったんで、1月初めに買って、2月初めに届いたんで、その、僕も一番最初に昔 MacBook Air 買った時は、日本語キーボードだったんですけど、その日本語キーボードって、ここに、日本語入力まずしないじゃないですか。ローマ字入力はするけど、カナ文字入力絶対しないじゃないですか。カナ文字入力絶対しないのに、カナ文字する入力する用のプリントがなんでされてるんですかっていうことなんですよね。そのわずらわしさって半端ないと思うんですよ。で、だから絶対僕は US キーボードがいいと思ってるんですよね。日本語キーボードなん使いたくないんですよね。ちなみに昔会社でパソコン支給されたことがあって、その時にキーボード何がいいですかってスペイン語にしたんですけど、スペイン語すごいやりにくいんで、絶対それは、まあ、やめた方がいいですね。はい。で、US キーボードがやっぱりいいじゃないですか。デザイン的に。いいじゃないですかっていうか、US キーボードにした方がいいと思いますよ。ただし、デメリットが3個あるんですよ。それは、ここの十字キーがちっちゃいんですよね。日本語のキーボードと比べて。で、あとこのリターンキーが、ここが、これもちっちゃいんですよ。日本語キーボードの場合は、こう、1個になってすげえでかいんですけど、リターンキーが。だから、ここが、こう、押し間違えたりするんですよ、こっちも。それは実際にあります。僕も US、ずっと使ってるんですけど、US キーボード。で、もう1個は、日本、ローマ字入力とアルファベット入力を切り替えるときにすげえなんか、覚えにくいやつなんですよ。日本キーボードって、こっちかこっちか押せば、かな、英字っていうのでできて、それがやっぱり一番良かったんですよね、変換は。やりやすかったから。キャップスロックにつけても、キャップスロックでも変換の設定もできるんだけど、キャップスロックでやると、パスワードとか入れるときに、たまになんですけど、全部重りで入れちゃったりするんですよね。で、パスワード見えないから、あれ、これ、絶対これ合ってるはずなのになんで違うんだ、あ、重りになってた、みたいなことが起きるんで、キャップストロックすごい嫌で、なんかないかなと思って探したらあったんですよね。なので、3つあるんですよ。変換がめんどくさい、スペースキーと矢印キーが小さいっていう3つの、うち1つは解決されるんですよね。要するに、日本語キーボードみたいに、かな、英字ってこう、このスペースキーの横のコマンドを押すだけで変換できるっていう、日本語キーボードの最大の、なんか最大のメリットっていうか、すごい変換のしやすさっていうのを、実現するやり方が、カラビナーっていうソフトウェアを使うんですよね。カラビナーのですね、設定の仕方ですね。こちらを、紹介していきたいと思います。はい。カラビナーっていうサイトなんですよね。まあ、カラビナーっていうソフトなんですけど。で、結構ブログで解説してくださってるサイトがいくつかあるんで、そちらのリンクも一緒に貼っときます。カラビナのリンクも一緒に貼っときます。まずはですね、まあ、パッケージファイルを、ダウンロードして、まあ、Mac の普通のやり方でインストールを、進めていきます。それでインストールが完了すると、環境設定の方で、そのシステムにアクセスするのを許可しなさいっていうふうに言われるんで、許可します。そのまま。まあ、2個ぐらい何か裏側で立ち上がってる感じですね。で、カラビナの設定ウィンドウのところにカスタムをその登録していく設定画面があるんです。左から3番目のタブなんですけど、ここの部分にその自分のカスタムコマンドを入れていくんですけど、インポートっていうところを押すとカラビナのサイトに行けて、で、デフォルトで結構すでにいろんなそのカスタムプレセットっていうのがもう登録されてて、そっからこう、自分の好きなやつを選んで、まあ世界各国の、言葉のいろんなキーボードのセットなんですけど、それ、日本語のやつをまあインポートすればいいんですよね。で、めちゃめちゃ量が多いんで、検索タブでジャパニーズっていう風に入れて、
で、出てきたやつの、そうっすね。これかな。これかな。この下のやつを、まあ、もりもりいろいろ入ってんだけど、これをもう全部一回インポートしちゃえばいい感じなんですよね。で、その中でインポートして、で、そのスペースキーの左右のそのコマンドを、エイジとカナの入力の切り替えにこうできるってやつを入れると、こう、もうできるんですよ。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね。で、もう一個の方の動画で、その、アップル製品、結局僕は4台持ってしまってるんですよね。iPhone と iPad と MacBook Air と iMac っていうことで、なんか、信者みたいにちょっとなってるんですけど、もう本当のすごい人は全部ね、全モデル揃えたりとかするんですけど、結構その、ここ近年のアップルのデザインっていうより、そもそものアップルのデザインが僕は結構好きでございまして、特に、やっぱりこの、丸っこかった時のやつが一番好きかもしれないです、僕は。この iPhone 3GS とかも、全然機能としては何もメトロノームぐらいしか使えようじゃないんだけど、こう、なんか持ってたり、雪見大福って言われてた、あの iMac のデザインめちゃめちゃ好きですね、僕あの白のあれ、丸っこいやつ。そうですね。まあ、MacBook Air 13インチは、やっぱり13インチは動画編集するには画面はやっぱりちっちゃいですね。うん。ちょっと肩こりするかなっていうぐらいちっちゃいと思います。とはいえ、外でやりたいし、なんかそのカフェとかでやりたいじゃないですか。動画編集。で、そっちの方が集中でいけるじゃないですか。ずっとね、毎日。うちで編集するの結構しんどいんですよね、連日はね。っていうので、そんな感じですね。で、あと、iPad は、とても最初買った時に、これはゴミだなと思ったんですよ。もう動画編集も大して、ルマフュールなんかも全然ダメだし、思想は、設計思想とか素晴らしいんですけど、その実用という意味ではまだまだ、もっと進化してくれないと、それこそ機械学習で一瞬でこう、パーンってタイムライン一気にこう、AI で全部、思った通りにこう、切れるみたいな、操作しなくてもみたいな、そこまでいかないとしんどいなっていうのがあって、とはいえ iPad は iPad で持ってると、まあ発見していけるんですけどね。ただ買うほどではないですね。わざわざ iPad がいいっていうことで買うほどではないんじゃないかなっていうふうに僕は思う。やっぱりノートブック、これは何にも使えるわけじゃないですか。何かをするときブログ書くでもいいし、編集、なんか写真編集、動画編集するでもいいし、まあめちゃめちゃヘビーな用途ではないんだけど、あのスペック的には申し分ないし、かなり現代的な実用に頼るんじゃないかなっていうユースケースに全て対応できるのはこれかなっていうふうに僕は思いますね。で、なおかつ US キーボードのネックもその Mac の OS のビッグサーで一番新しいやつで作動する、変換するやつがめちゃめちゃ便利なのが見つかったんで、これでね、 MacBook Air はね、一旦最強だと思いますね。僕は価格と機能とのところで一旦一番最強だと思います。はい。プロ13インチはね、少しね、やっぱり秋まで待ちたいですよね。プロ13インチ買うんだったら。13インチっていうのはね、プロなのに13インチっていうのはね、なんでそこなんだろうっていうのはありますよね。っていう感じです。まあ、こんな感じで、機材のレビューだったり、撮影の仕方、それから生活に役立つライフハック的な情報、ごくたまに音楽、占い、やっていきますので、よかったと思ったら、高評価、チャンネル登録、していただけるととても励みになりますので、よろしくお願いします。もし、質問等ございましたら、随時コメントでご質問いただければと思います。今日の撮影カメラはですね、この iPad のよりを撮ってたのが、ブラックマジックの G1。そして、これがアンジェニューですね。アンジェニューの 25mm です。でこちらが富士 T、毎度おなじみ富士 T4 と、ビルトロックスのフォーカルレデューサーで、ニコール 24mm F2 です。はい。それではまた。